じゃあ、そしたら、うん、マッキーの今、後ろに、箱と、その商品があるんやけど、そのなんかちょっと、説明して。まあ、箱って言うと、あれなんですけど、うちの箱ってすごい特殊で、うん。ゆっくりちょっと。こっちか。正方形なんですよね。あ、おぉ。花箱って横長だと思うんですけど、まあ、ヘッドウェイだとこれがさらに高さ低くなるんですけど、うん、入り本数を少なくして、なるべく、僕、やっぱり氷の花屋さんに市場研修時代に利用してもらったので、うん、氷の花屋さんに買ってほしいっていうのは、こういう形の箱にして、入りスポット10本から15本ぐらいの感じに、大体言って、オリエンタルって20本以上だと思うんですけど、うんうんうん、どうしても氷の花屋さんが、やっぱり少ない、仕入れの本数を限られた中でいろんな品種を置いてほしいっていうことで、うちの箱はこんな感じになってますね。あと若干やらしい話が若干この方が単価が出やすい。いや、確かに。ショーロットでいい花屋さんって絶対いるから。うん。うん。で、競りで僕、何話でマッキーの箱出た時に結構チェックするんよね。はいはい。その時に、20本で売ってるユリっていうのももちろんあるんかもしれんけど、マッキーの、ユリの箱が出て、単価見たら、ちょっとね、ポンって上がるんよ、値段が。ああ。そう。でもそれって、信用があるとか、入り本数が少なくて助かるっていうようなこととか、いろんなことにも、だから、だからマーケティングがうまいこと、こう反映されてる競りにちゃんとなってるっていうか。ああ、うん。まあ、偉そうに言いましたけど、これ親父の代からやってるんですね。僕が一番研修にいる頃からこういう形での販売になってるので。まあ。それは何、結局箱代はかかるけど、6箱をワンバンドルにすることによって、輸送の金額とかも安くできるみたいな、そういうふうなんてなんかあるんですか？今、実際、容積でやってるんで、こういう小箱にすると若干箱の分の面、体積っていうのが結構大きくて、あんまりコスト、輸送費の削減にはならないんですけど。あ、そうなんですか。はい。でも、それでも、過去代以上に見合うだけの単価の上昇が見込めるっていうのと、あと、変築の品種をこれぐらいだと作りやすいっていうのがありますね。極端な花の色ですね。ここにある赤いやつなんかもそうですけど、なかなかこんな色目の花ってね、見えないから。じゃあ、それ見えへん、見えへん。こんな色目の花ってなかなか毎日店に置いておくっていうわけにはいかないので。それちなみに、リパッソ？はい、リパッソです。もう多分ね、画面に映ってるもっと色、黒く出てますけど。あ、本当に？はい、結構切り前若く切って、この状態なので。いや、その品種はね、俺も好きなんよ。うん。ただ外弁の、まあ、かぶりというのか。そう。だから中弁の綺麗さと外弁の色って、あまりにも見つかないっていうか。なかなかちょっとね、赤黒い品種というのか、そういう品種ってなかなか難しいとこあって。うん。こういうのを作るときにやっぱり、あと黄色だったりとか、普段メインで使う色じゃない品種を作るときに、やっぱりこの小箱っていうのは売りやすいのかなって思いますね。ああ、いや、確かにそうですね。白とかだったら、例えば20本欲しいけど、じゃあ赤とか、ピンクってなる、ピンクでも同じ色20本よりも、赤とピンクで10本ずつ欲しいとか、そんなはあると思います。そうですね。ピンクもライトピンクから濃いピンクまで、いろいろあった方がね、やっぱり花屋さんとしてはなるべくバリエーションを増やしたいと思いますので。あとはコンパクトに花が咲くような、密集してるようなユリと、ソルボンヌみたいに、ちょっと飛び火するような、そういうユリで、やっぱり作り方、スタンドであるとか、花束とか、アレンジに、どの品種がどれぐらい向いてるって、花屋さんの中で使いやすい、使いにくいがあるから。そう。まあ、こういった変わったのにもチャレンジしやすいのが、この小箱の魅力かなと思います。なんか、鉄砲ユリがね、このおかげで僕の場合は、割と高評価をいただいているというか、普通鉄砲ユリ50本入りがメインなので。そうやんね。やっぱり20本入りの鉄砲ユリって多分、
世界中見渡しても、あの、うちとこともう一軒しかないと思うんですよね。あの、うちの近所の生産者が、あの、鉄砲で作るにあたって、あの、僕の真似して箱を同じの作りましたから。あ、そうなんや。はい。段ボール会社一緒なんですね。あっちの型作ってや、って感じで。おー。まあ、うちもうちでこんな売り方あるよって教えたんです。段ボールの型は、あの、印刷は別ですけど、同じ型使えるので、うん、型で同じの作れるよってことで。でも、真似されるっていいよね。そうですね。本人は否定するかもしれないですけど、リグルさんのあの箱の形にちょっと影響を与えたのかなって。若干、気がつきますね。それ今度聞いとこう。あ、お願いします。まあ、あの、電話でパクられたーって言いましたけど。あははは、言ったまあ、あの、素晴らしい生産者だと思いますね。だから来ていただいて、いろいろ情報を教えてくださいますので、あの人は。知識量もすごいよね。すごいですね。やっぱり若手の子が何人もあの人についていって、いろいろ勉強してレベルを上げていってるのを見ると、うん、やっぱそこ人やなぁと思います。うん、確かにね。そしたらちょっと違うことを聞きます。はい。花屋さんに言いたいことって何かありますか？花屋さんに言いたいことは、多分生産者としては、うん、あの、安く買いやがってって思うような部分もあったりするんですけど、うん、あの、なかなか予算限られた中で、あの、難しいとは思うんですけど、いろんな産地さんを買ってほしいなという、うんうん。買ってダメやったらいいんですけど、買わないのは、まあ、あの、僕らの場合、やっぱなかなか市場距離が遠いので、販売期間中に市場に行って PR するってことは基本的にできないので、うん、あの、できれば、あの、いろんな産地を買ってほしいとか、箱、まあ実際箱を開けてね、競り前に見てもらうとかいう方法とかもあると思うんですけど、うん、あの、いつも使ってるレギュラーラインの産地じゃない産地にもちょっと目を向けてほしいなっていう。だから僕だけに限らず、特に個人生産者の多くはそうだと思うんですけど、うん、一生懸命頑張って、あの、売り上げ減らして、展示サンプルを送ってるんだけど、展示サンプルを眺めてくれない加盟さんの中にはいらっしゃるので、あの、ゆりやったらここの産地買うから別にお前のとこいらんわ、みたいな感じで、いう方もいらっしゃるので、なかなか、あの、展示してあったらその展示物をじっくり見てほしいなって、なかなか忙しくてね、難しいとは思うんですけど、あの、あと、競り前に時間作って、朝早いの、それに、ね、もっと早く行かなきゃいけなくなるかもしれないけど、箱を開けて見てみるとか、うん、そういったことをされた中で、あの、いろんな産地を知ってほしいなっていうのは、特に個人の生産者の思いですね。まあ、このね、YouTube を見てる人が、もしいたら、そういうふうなを、ちょっと意識するかもしれんよね。はい。あと、うん、まあ、僕的なことに、個人的なことになるんですけど、うん、お家作りたいので、あの、高く買ってください。うん、もう、勝手に家建ててください。特に M さんとかあたりにね、高く買っていただけると、僕も安心して、ローンを組めますので。そうやね。まあ、その、何て言うんやろ。需要と供給って言ったらあれやけど、やっぱりその、欲しいって思ったら、単価って絶対上がってくるし、うん、いらんって思ったら下がってくるし、あとはこう、半分は花屋側の買い手側っていうのもあるし、うん、で半分はマッキーの作り手側に、こうね、うん、50%、50%ね、あるとしたら、あとはマッキーが頑張ったら頑張った分だけ品質が良くなって、もちろんその、いいものに対して値段を正当につける花屋さん。またその、うん、いくら安く買おう、値切ろうとしても結局、競りで高く売れてしまえば、もう、そこは信用になってくるから、うん、今年高かったらそれを踏まえてまた来年も高くなりやすいし、そこは信用やから、なんか、うまいことね、その、いい絵が描けるような、そういう、一農家に、もう、なってもらえたら、もう、僕的にはもう、何も言わんも、お前ら買うな、買うなって言っても、羽根さんがこぞって押して買うみたいな。うん。うん。そうそう。まあ、で、あの、ちなみに、あの、高く買ってくれてるのは多分冗談ですんで。じゃあ、頑張って家を建ててください。そうですね、建てないですね。なんかあの、Facebook で見たよ。なんか、
うん、あの、ね、そのこともちらっとこう書いとったから、うん、ちょっと土地の造成が始まったばっかりなんでね、たまたまタイムリーな、ネタだったので、ね、本当だったらね、途中でゾラかぶったりしようかなと思ったんだけどね、あの、なんだかんだ家に持って帰ってしまって、ここにないって、ね。あ、そうなんや。別にズラかぶってもらってよかったんやけど。ねえ、かぶってやったろうぐらいの感じでいたんですけど、この間免許の更新があって、その時にズラかぶって写真ついでに証明写真一個撮ろうって思って、持ってってから、そのまま家に持って帰っちゃったんで。あ、そうなんや。はい。さすがに免許の更新には使わないですけど、そんなことは。そらそうよ。怒られるよ。後で怒られたら怖いから。さっきちょっと話の流れで、さっきリパッソ出たけど、はいはい、ちょっと他のユリも紹介してよ。ああ、そうですね。うん、特に紹介してよって言われてもですね、もうここにあるやつらがもう生産をやめる云々とかだったりするんですけど、うん、もう、吹き込みの、特にうちの場合、南半球、チリ、ニュージーランドっていうあたりの吹き込みを使うんですけど、うん、で、もう生産停止が決まってる、マクレースっていう品種ですね。ほうん、これ、昨年ですね、鹿児島県のフラワーコンテストで、鹿児島県議会長賞っていう、第3席をいただいた花ですね。へえ、でも、なんかこう、マッキー以外にこのマクレースっていう品種を作ってる生産者見たことないんやけど。新潟方面の球根会社で買ってると、マカレーゼって呼び方したりするんですけど。あ、そうなんや。はい。まあ、実際、もう去年ぐらいから球根はないので。あ、球根自体がないから、やめるっていう、はい、もうやめざるを得ないってこと？そうですね。うちも、キリさん、2年前に買った球根、2年半前か、に買った球根で、この花作ってますんで。うんうん、あ、そうなんたまたまもう、キリした球、一回切った球根をもう一回冷蔵かけて使うっていうのが、うちの結構やってて。うん。もしかしたら今度の種類法改正あたりでちょっと怪しくなってくるかもしれないんですけど、うん、その作り方っていうのも。そういった目でやってる品種なので、もう次の生産がないんですね。あとこの辺だともう、これ、物は悪いですけど、ソルボンヌですね。おぉ、ソルボン、一輪？まあ、もう一輪なんですよ。おぉ。まあ、さすがに、本当は5、6輪のやつがあったらいいですけど、うん、その辺がもうちょっと、全然切り始めで、咲いてるのがないっていうのがあって。うん、今、輸送試験で冷蔵庫の中に入ってるんで、ちょっと咲いてるのがないですね。うん、あとはまあ、バンドームだったりとか。バンドームも見して？バンドームはね、これちょっとおかしなやつだったんで、ね、ちょっと奇形化なんで、ちょっと花の開き方変なんですけど。あ、まあ確かに、花粉が黄色やね。うん、これ黄色、無花粉なんでね。最近主力でやりたいんですけど、球根が、足りないということで、なかなか思ったほど手に入らないという。あ、そうなんや。はい。今年1万球作ろうとも買おうと思って注文入れたんですけど、結局来たのは2000数百球ですかね。しかなかったので。そうなんや。はい。全国的に人気で、球根生産が足らないということで、なかなか生産しなくても手に入れたくても入れられないというね。あ、その百合は？これ、グラシアですね。あ、これももう生産停止になってると思うんで、生産停止になるか、それでも去年大事故が起きましたので、うん、こちら辺とかいろんな産地で、うん、球根の生産がどうなったかわかんないですけど、うち、ん、はこれも2年ちょっと前に買った球根なんで、うん、あれなんですけど、グラッセだったんですね。ちょっとだけ葉っぱが、なんか、あ、そうですね、葉っぱがウイルスに汚染されてて、うん、まあ、キリシタキを使うと出てくるリスクでもあるんですけど、こういったものさすがに出荷できないので、うん。まあ、ここに大体咲いてる花、出荷できないやつをポンポン放り込んで咲かせてるやつなので。あ、そうなんや。はい。なんか俺の勝手なイメージなんやけど、はい。その、葉っぱが悪くて花が全然綺麗なやつ。葉っぱも全部、ボーン取って。まあ、言えてしまえば、こういった形で。そう。もう、それで出荷しても、俺、いいんちゃうかなって思うけど、それはあかんの。これね、いろんな花屋さんと、そういうこと、東京でされてる、某有名な CM にも出てくる花屋さんともされてるんですけど、うん、葉っぱ全部取ったらええやんって言われるんですけど、うん、これ僕個人的な理解なんですけど、うん、葉っぱの中に養分が溜まるんですよね。うん。うん。で、その養分を、養分のタンクが、うん、
葉っぱだと思ってるので、そのタンクを外した状態で送ると、はい、それって最後まで花しっかり咲きますかって言われたときに、僕は自信がないんですよ。そういうこと。はい。あ、それはわからんかった。これは僕の本当ただの単純なイメージなので、うん、僕はそういうイメージを持って葉っぱを作る、茎を作るとかいうことをしてるので、この持ってしまうことで抵抗があるのと、あとそんな、そこまで大量に出てこないので、うん。まあ、大量に出て大事故起きた年もありますけど、うん、なかなかここまでして出荷しようとは思わないっていうのがあって。その、なんやろ。例えば1ケースでも多く、うん。例えば、市場に出荷するっていうので言ったら、例えばさっきのディパッソとか咲いてたやんか。うん、はいはい。そんなんも、例えばもう輪を飛ばして、例えば3輪にするとか、それが、例えば、グラシアが5輪なら5輪で、3輪から5輪の、もう、なんかこう、何て言うんやろ。うん。その、ミックスごちゃ混ぜみたいな感じで、うん。ちょっとでもいいから、なんかこう、花屋さんがこう、安く買ってね、みたいな。うん。まあ、僕らの場合、輸送費の関係っていうのが、ね、あ、それで出てくるんですよね。出さん方が、その出して輸送費かけてそんな安い値段やったら出さん方が良かったなにつながるってこと、うん、そればっかり集めてやるっていうのをまた選別の一つの流れの中で、うん、余計な仕事になってくるので、ああ確かにね、なかなかそこをやるのと売上と比較した時にあんまり魅力的じゃないっていうのが、割と僕非効率なこと好きなんですけど、それでもめんどくせえなって思ったら、まあすごいめんどくさがりなので僕自身が、ああ一緒すぐもう金にならない、じゃあいいやぐらいの感じでポッと捨ててしまう人間なので、実際農家って割と地域と共生しているというのが、地域とのつながりが強いので、うん、まあ特に農村部によくありがちなのが、野菜を持ってきたからお礼に、じゃあ今度はお花持ってきまーすとか、うちの農家だからモイデイ持ってきまーすとかいい感じで、共済に使ってしまうんですよね。ああ、なんか使い道があるんやったね。そうですね、うん。結構そういったのでも消えますし、特に都市部が割と近めの産地だったら直売所に持ち込んで販売するという方法もありますので、うん、そうやね、なかなか市場に出回るってことはないのかなっていう感じです。ああ、そうなんやね。結構東京の市場さんと新潟の、うん、某産有名な産地を見に行ったことがある、視察検査に僕もちょっとたまたま市場視察に行ってて同行させてもらったんですけど、うん、直売所で市場には出てきてない、まあロビーナっていう昔やった OT の品種なんですけど、うんうん、ちょっとあれね、間に2、3枚葉っぱが咲いて、うん、一番から離れやすかったんですよね、うん、それが直売所に市場で仕入れる数分の1の値段で並んでるので、花屋さんが、俺これ持って帰りたいなって言ってますからね。へぇー、そういった形で道の駅の直売所だったりとかで販売されてる方も多いと思います。あー、ロビーナ懐かしいね。ですね、もう12、3年前ですかね、行ったのが。それぐらいになるんかな。なるほど。まあ、他には、今、ベルビルって、あ、見たい見たい。黄色の品種なんですけど、まだ咲いてなくて残念なんですけど、今、つぼみが15、17ぐらいですかね。あ、うん、まあ実際僕ら輸送期間がものすごい長い産地なので、予想の産地よりも相当青く切るんですよね。そうやね、片切りせんかったらね。片切りしないともう口端、特に関西、三笠さんが今買いに行かれてる市場の方なんかね、口端すごいうるさいですから、もっと片切れ、片切れって言われてる、マーロン作ってた時なんか、まあ、サオの状態に切ってますからね。あ、本当に。おかげで、何話から、お前ちょっと切り前おかしいんちゃうかって言って怒られるっていうね。嘘。うん。ただ、取引して最初の頃だったっていうのがあって、うちの花を、まあ、基本的にオケ選ぶって信用ないので、オケ選ぶさんっていう頭でもう、指示出してきてたと思うんですけど、セリンの方は。ああ。まあ、今となっては多少終わってたから、ああ、冬だからこのぐらいでいいよ、ぐらいな感じで言ってくれてますからね。あ、ごめんなさいっていう感じで。
まあ、ちょっと言えるんちゃうみたいな感じでね。今は本当 SNS とかもそうですけど、写真のやり取りが楽なので、うん、一番の着任状況なんかもね、僕らも教えてもらいやすいのでね。そうやんね。以前は写真送られてくるって言ったらクレームだけでしたからね。おー。クレームの時は証明のために写真撮ってわざわざ印刷して送ってくる、郵送で送ってくるって感じでしたけど。今ね、携帯でポーンって送ってくるくらいのところの企業さんも、ちょっと気合ってるところはですね、こういう時に SNS をやってない責任の方と喋ると辛いんですよね。ああ、確かにね。あとはここにいないんで、てっぽいぐらいですけどね。ああ、